ございます。吉岡関です。起きました。ホテルでの朝です。で、コンビニに行って朝ごはんを買ってきました。で、コンビニに行ったんですけど、コンビニがすっごく広くて大きくて品揃え豊富で感動しました。何を買ってきたかというと、まずですよ、こちら焼きそば弁当。湯切りの時にスープを作れるという伝説の北海道で売られている焼きそば弁当、こちら買ってきたのと、見てキリンガラナ、これ北海道限定炭酸飲料らしくて、もうね買わずにはいられなかったよね。あとはねるねるねるねとゆで卵と、北海道でもさ、カジュアの地元のアコウの塩を使用してくれてる、嬉しい。あとこれね、ヒエイ？ヒエイ生チョコサブレ、これも北海道産のやつらしくて、サブレなのにこんなに柔らかくてふにふにで薄っぺらくてすごく美味しそうです。いや、あとは唐揚げくん北海道チーズ、これさ、なんか北海道チーズって書いてたんですけど、つい買ってしまったんですけど、北海道チーズって全国で売ってるチーズもある、北海道チーズ、なんか何でも北海道つけると美味しそうな気持ちになるんですけど、今から朝ごはんです。あ、そしてついに長袖デビューしました、北海道なのでね。じゃあちょっと早速ちょっとずつ食べてみようと思います。北海道限定商品、こちらキリンガラナですね。いただきます。初めて、本当に生まれて初めて。あ、待って、キリンガラナは南米アマゾン川流域産。キリンガラナは気分転換したい時にぴったりの飲み物です。ということで、今起きたばっかりなので、キリンガラナで、あ、パンで言うかな。あ、すごいしっとりとした。あ、なにこれ、すごいフルーティー、なんかねフルーティーです。甘い、甘い匂いがする。いただきます。わかんない、何味なのかわかんない。何、すっごい懐かしい味がする。なんかすっごい小学生の時に飲んだ味がする。なんだろう、何これ。炭水化物 11mg、 糖質が多いですね、うん、あー、でも美味しい。美味しいです。じゃあ今日の朝ごはん、これですね、北海道チーズ唐揚げくんですよ。チーズがここにちゃんと書いてあって、これ東京で売られてるチーズと一緒？あれ？ちょっと待って、まあ食べてみますね。唐揚げくん大好きなので結構食べるんです。唐揚げくん、いただきます。おいしい、おいしい。なんか北海道感ある、北海道感ある、あるあると思う、うん。これね、きっと北海道限定だと思う。美味しい。やっぱ北海道の食べ物はね、美味しいね。やっぱ唐揚げくんだな。忘れてた。すっごい気になってたこのなんだ、ヒエイっていうおやつを食べてみようと思います。どっちか食べよう。生チョコサブレ黒、白。黒と白だったら黒だよね。
ちょっとね、いただきます。北海道旭川市で作られてんだって。でもさ、これよく考えたら東京とかで見たことあるよね。兵庫県とかたまに。ない？わかんない。これがね、すごいフューチャーされてたから。じゃーん、こんな感じ。もうすごい薄っぺらい、こんな感じです。すごくない？めっちゃ美味しそう。いただきます。ひえい生チョコサブレいただきます。サブレだ。え、すごい、サブレ柔らかくてふにふにしてる。本当にね、柔らかいの。ほらほらほら、濡れせんべいみたいな感じ。おいしい、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 おいしい。めっちゃ美味しいです。信じられないぐらい美味しい。え、なんかさ、昔クッキーとか手作りしてた時にさ、生地の状態でめっちゃ美味しそうと思ってパクって食べるじゃん。そしたら超美味しいじゃん。でも小麦粉生だからダメじゃん。でもめっちゃ美味しい感じのにちょっと似てるすっごい美味しいです。まあ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 、食べたらなくなった。ん、もう一個ある。でもやめとこう。これはやめときます。あとお腹いっぱいになってしまったので、これはまた後日いきます。焼きそば弁当すごい楽しみです。はい、ということで北海道の朝ごはんでしたあ、そうだ。はい、それでは北海道、それでは北海道オフ会というものを明日の9月3日のお昼12時くらいから時計台のあたりで、オフ会というか本当動画撮影会、まったりとした動画撮影会なんですけどやります。こちらツイッターで随時詳細をやりますので、もしよろしければツイッター確認してくださいませ。よろしくお願いします。そしてチャンネル登録5000人さん突破記念の当選者を今からこちらの動画で発表させていただきますので、重ねてご確認お願いします。それではありがとうございました。宇城和樹でした。北海道密着動画まとめて、また全てまとめますので、こちらもよろしくお願いします。ありがとうございました。宇城和樹でした。またね。はい、チャンネル登録者数5000人突破記念のクリムゾン先生からのドラゴンクエストのゲームの抽選当選者発表をします。当選者さんはこちら、おめでとうございます。ご応募ありがとうございました。ということで、こちら任天堂 DS のソフトと、あと私からのこの色紙的なものと、まあ、なんかこのチェキ輸送させていただきます。全部セットで、まあ、こんな感じで送りますので、しばらくお待ちくださいませ。またプレゼント企画とかもさせていただきますので、こちらもぜひよろしくお願いします。ということで、たくさんのご応募ありがとうございました。食べたら眠くなるよね。食べたら眠くなる。